今回紹介するスレはこちら。オルソラさんという上条さんの理想に近い女。かっこ上条さんの中の人からも好かれ、作者からも好かれ、医師からも好かれ、スピンオフ作者からも好かれるグラマラス修道女さん。禁書一話がままな女。まあ間違ってはいない。上条さんの太鼓判付きやぞ。あの世界で暴力を振るわないってわがままを貫き通すのは真面目にやばい。しかもそれが無知ゆえの行動じゃなくて知った上であれだからな。オルソラさんとの薄い本は大変ありがたかったです。それはそれとしてこの人割と信念の人なんで場合によってはボロボロになるのがまた。イギリスでの仕込み本とえぐいわ。あの世界であの性格をキープできるのはある意味やべえと思う。一室でメーテルオルソラ好き。後書きでも言ってたけど、本当に一番おぞましい人に持たせたよな。自分の名前の教会立ててもらえるって相当やで。普通に成人レベルの異様だからな。オルソラ教会だもんな。裏側的にはアニェーゼ部隊丸ごと抜けた方が痛いかもしれないけど、世間的には現代の聖女がイギリス遺跡って大ニュース。アレイスターとの絡み好き。アレイスターの嫌味を一瞬でいなしてかつ悩みに対する爆速ベストアンサー好き。もうメインヒロインに昇格してもいいんじゃないだろうか。上条さんもインさんも、お手主すら気に入ってるし、同居人として迎え入れようぜ。また最悪の形で戦闘に巻き込まれそうなので NG。20代前半だろうけど何を経験したらあんな人格が形成されるんだよ。上条さんが小萌先生と並んでガチで尊敬してるの好き。髪型こんな感じなんだと思った思い出。本当にわがままだよな、ボディが。上条の理想の、管理人のお姉さん、かっこちょっと抜けてるに一番近いからなこの人。なお料理の隠し味は全部オリーブ。最初出てきた時はこんなショートカットの似合う金髪美女だとは思わなかった。でも髪出さない修道女スタイルもなかなかいいと思う。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。